ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。皆さんこんばんは、ドクター林です。今日は11月13日、水曜日ですね。寒くなりましたね。まあ木枯らし1号が吹いたということでね、もう普通よりもまあ例年よりも5日ぐらいなんか早く吹いたらしいんですけども、本当寒くなってもうコート着ないと外に出れませんよね。まあ本当風邪などひかれるんじゃないかと思ってね、人がいっぱい出るんじゃないかとちょっと期待してるんですけどね。あの島倉千代子さんが亡くなったというニュースが、ね、11月5日でしたっけ、飛び込んでまいりましたけどね、肝臓がんだったと。ちょっと意外でしたよね。ね、乳がんを患ったってことはちょっと聞いてましたけれども、もうだいぶ前の話ですよね。だから肝臓がんって聞いた時に肝臓乳がんが転移したのかなと思ったんですけど、どうもそうでもないみたいな。我慢大体5年経ったら治癒なんて言いますけど、まあ、そんなことも決してないわけで、20年ぐらい経ってから再発したり転移したりすることもあるわけですけれども、でも肝臓がんというと、まあ、肝臓がんという診断がついている限りにおいてやっぱり肝臓から出たもの、肝臓から出た、まあ、原発層というんですけど、それいうがんだろうと思いますけどね、転移ではなかろうと思います。ただ普通はですね、肝臓がんって多いパターンというのは、ウイルス性の肝炎を行ってね、 C 型肝炎とか B 型肝炎ってありますけども、そういう肝炎を経て、それから慢性肝炎になって肝硬変になって、それから肝臓がんになるというパターンが一番多いんですね。ですからこの肝臓がん出てくるまでにはかなりいろんなこう病気と戦わなければいけない時期が、ね、すごく長いんですけれどもね、まあ、それかあるいはお酒をすごく飲む人、お酒飲む人はいきなりこう肝硬変になりますから、肝硬変になってその後肝臓がんになるというパターンもこれは多いですね。でも島倉さんがお酒飲んだかどうかって私も分かりませんけれどね、まあ、そういうパターンでもなさそうだと。そうすると、まあ、そういうウイルス性の肝炎みたいなものを患っていたのかなと、まあ、ちょっと、まあ、推測の域に過ぎませんけどね、そういう情報がまあないもんで分かりませんけど、まあ、意外とその女性が肝臓がんになるというのは結構珍しいパターンだと思いますよね。まあ、だけどそれで、亡くなってしまった、非常に、まあ、ショックですよね。まあ、島倉さんが亡くなった、我々までとても昔からファンでしたからね、まあ、いろんな歌を覚えて歌ったりしたこともありましたけどね、ファンでしたので残念で仕方がありませんけども、今夜は島倉千代子さんをしのんでまず1曲おかけしたいと思いますね。私のとっても好きな歌です。東京太陽おっかさん。
まあ、メタボと言われてますけどね、太ってくるとだんだん糖尿病になることが多いんですね。だから病院に行ってね、あなた糖尿病ですよって言われたら、近くでちゃんと言いましょうね。糖尿だよおっかさん。さて、毎回素晴らしく楽しいゲストの方をお迎えして、お送りしてます健康ゲラゲラクリニックですね。今日のゲストは、歌手の松川美樹さんです。どうぞよろしくお願いします。こんばんは、松川美樹です。よろしくお願いします。この番組はですね、はい、打ち合わせも何もなくやりますので、それでとにかく言いたいこと、喋りたいこと喋るということで、はい、私がなんか、多少質問はしますけども、はい、その質問に答えなくてもいいし、はい、それを遮って自分が言いたいことを喋ってもいいって、何でもいいから私は少し楽にさせてください、ね、よろしくお願いします。いっぱい喋ってください。松川美樹さんに、いろいろメールとかですね、ファックスがある方、ちょっとぜひ送っていただきたいと思います。メールは 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスの方は0356705332 5670-5332、松川美樹さんですからね、ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。ということで、はい、まあ、いろいろちょっとお話をね、お聞きたいんですけども、はい、大体、まあ、歌手の方はその、どうして歌手になったんですかっていうと、まあ、小さい頃歌がうまいねって言われて、そのうちなんかコンクールに出て優勝してどうのこうのって、まあ、そういう話があるんですけど、はい、やっぱそういう話あるでしょ。そうですね。その通りで。ちょっとそれをちょっと話していただけますか。はい、私は埼玉県の本庄市というところで、はいはい、生まれまして、まあ、これといった名物は何もないんですけれども、まあ、山に囲まれた田舎で生まれ育ちまして、おじいちゃんがものすごく歌が大好きな人だったんですね。なるほど。村田秀夫さんとか、北島三郎さんとか、島倉千代子さんも大好きで、はい、で私も、あ、演歌っていいなと思いまして、3歳の時に七五三のお祝いで氷雨を人前で歌わせていただいてすごいですね。その頃から自分は絶対演歌歌手になるんだと目標を決めて、3歳の時に、はい、それからですね、いろいろチャレンジしました。まずはちびっこスター誕生という番組のオーディションを受けまして、森まさこさんの先生を歌って出演させていただいて、まあ、その時はベレー帽子をかぶって紺のブレザーを着て出演したんですけれども、はい、まあ、審査員の先生が、君は大谷まさこさんに似てるねとそれははっきり覚えてる。大谷まさこ知らなかったでしょ。知らなかったです。だからニコニコって笑って終わってしまったんですけど、でその番組がきっかけで、今度はタレント養成所に、日本テレビ音楽学院というタレント養成所に入りまして、そこで、まあ、歌だけじゃなくて、日本舞踊もやったり、ジャズダンスをやったり、演技の勉強もしたり。それ何歳の時ですか。小学校の1年生の時から6年生まで、いや、そうすごいの。毎週土日通いまして、はい、で今度はミュージカルも今度チャレンジしてみようと思いまして、10歳の時にミュージカルアニーのオーディションを受けまして、ありました、アニーとね、3万人の中から選ばれまして、青山劇場1ヶ月公演と、それから大阪ね、夏休み1ヶ月公演と参加させていただいたり、まあ、いろいろ体験をしてまいりまして、日光猿軍団のテーマソングも歌わせていただいたり。猿年です私。猿の仲間に入っちゃって、いえいえ、テーマソングを歌ったんですけれども、はい、いろいろ体験をしてまいりまして、まあ、なかなかデビューというチャンスが回ってこなくて、で18の時に岡千明先生と出会いまして、はい、そこから8年間修行をして、はい、で北島三郎さんの弟さんが社長されてる事務所に拾っていただいて、はい、2007年にやっと26歳でデビューをさせていただきました。3歳で決意をして、演歌になると決意してから26歳で、まあ、長いこと長いですけど、ずっとだけど、まあ、一応日の当たるところずっと歩いてきてる感じですよね。そうですね。でもこれだけは本当に曲げないで、もう性格的にもお父さんはもう大反対だったんですね。歌手になりたいっていう気持ちをすごくこう反対されてたんですけど、まあ、言い聞かしても聞くような子じゃないから、自分がやるだけやってダメだなと思えばやめるだろうなということで、ずっとそっとしておいてくださって、おじいさんって方がその歌が好きで、そうです、なったらいいんじゃないかとか言ってたってことですか。そうです。でもデビューが決まる1年前に亡くなってしまいました。73歳、糖尿病、心臓病、はい、前立腺がんになりまして亡くなってしまったんで、まあ、そういう意味では本当にデビューをするのかなかなかチャンスが回ってこなかったんですが、まあ、おじいちゃんがこう
命をかけて孫を歌手にさせてくれたんかなって思うと、やっぱ厳しい世界ですけどね、うん、毎日一生懸命頑張っております。はい、演歌をその本格的にやり始めたのはその岡千秋さんとあれしてからですか？本格的に習ってて、いやもうあの小学校の1年生の時からダンスだけじゃ、はい、ダンスとかそんじゃなくて、はい、演歌もずっとやってきたってやりました。そうなんですか、はい、おじいさんと3歳の時に歌手になるって決意して、はいはい、おじいさんと一緒に おじいさんいつも村田秀夫さんや、はい、南春さんや、はい、歌を歌って、はい、一緒におじいさんとちゃんちきおこさんが歌ったって感じです楽しかったです、すごいなそれは、はい、まあ、それでも本当にちゃんと歌手になってね、もうデビューしたっていっぱいシングルもあるみたいですから。そうです ね、今年6年目を迎えさせていただいて、はい、頑張っております。そうですか、はい、すごいね。だけど待ってください、6歳の時にもう、8歳からずっとその学校に通って、はい、厳しいレッスンを受けてきたと、はい、いうことですよね、はい、でも10歳にはもうミュージカルのに出てて、はい、ということで、もうそれからダンスをずっとやってたんですか？ダンスもやってました。ダンスもかなりあの体は柔らかかったんですね、ええ、今だんだんやっぱ年々こう先生どうしたらいいでしょうか、このだんだんこう硬くなっちゃった毎日やっぱりトレーニングしないとダメですね。もう私も体中硬いですからね頭は硬いわねどうしようがないです本当に。どうですか、はい、なるほど。でもまあとにかくずっと頑張ってやってこられたからね、はい、立派なもんだと思いますし、でも本当歌手歌一筋というか、まあそういうことばっかりやってきたわけでしょ。そうですね、いろんな人来て、はい、まあ、ずっと八百屋さんやりながらね、いつかチャンスをあれしながらもう何十年とやってる人もいたわけですよ。55歳にして初めてデビューしましたなんてね、はい、まあ、そういうことを考えると全然あれですけど、8年といってももうずっともうそれ一筋で来られて、はい、もうデビューできたわけですからね。はい、いやいや立派なもんだと思いますね。そうですか。でもあの大体もう生活がもう歌だそのずっと今まで歌ばっかりだったんですか？そうですね、でもあの勉強もしました。やっぱり岡先生が、はい、あの歌手になれなかった時のこともちゃんと考えてっていうことで勉強した方がいいよ、高校も行って短大も通って、はいはい、アルバイトもしたり老人ホームへ行って歌を聴いていただいたり刑務所に行って慰問させていただいたりとか、もう両方両立でどっちでも生きていけるように。そういうのは自分であれですか、あの老人ホームとか刑務所っていうのは自分でこうあのブッキングっていうか、それ自分であれ仕事っていうか行って行き先を探して行ったってことですか？そうですね、あのこうなんていうんですか、先頭に立ってくださってる方を軸にして、ボランティア活動を、まあ、ボランティアですね、はい、グループで行かせていただいて、はい、じゃあ本当にそういう、まあ、場数も踏んできてね、人前で歌うっていう、もう場数もずっと若い頃から踏んできてるわけですよね。そうですね、かなり行きましたね、100カ所以上は行きましたね。すごいですね。群馬、埼玉、栃木、その近辺ですけど、はい、当時ホーム、はい、そういう時はどんな何歌うんですか？昔の歌ですね。リンゴの歌とか、知恵っ子よされとか、はい、おしんの子守歌とか。あまあ、母ちゃんってこう呼ぶ歌があるんですよ。母ちゃんって呼ぶ歌。はい。あなるほどね、いい歌ですよ先生、ぜひ。ぜひ練習しましょう。金沢明子さんの歌でございます。はい、おしんの子守歌。はい。そういうまあ自分で例えばその。はい、鼻歌とかなんか歌う時からも全部演歌なんですか？そうですね、なんかデビューをしてからはほとんど歌わなくなったんですけど、ええ、デビュー前はもう鼻歌もお風呂に入ってこう歌う口ずさむ歌もやっぱり演歌でしたね。もう昔から無法松の一生とか岸壁の母とか、ね、すごいですね、はい、そうかそうか、じゃあもう本当にその、まあ、舞台に小さい頃から舞台にも出てたし、それから老人ホーム行ったり刑務所行ったりして、はい、人前で出るってことは全然もう、もう度胸もあったし、いやでしょ、でもなんかもう自分の曲をいただいてこう歌うっていうのがうのこの責任感が全然違いますよね。そうですね、そうかもしれませんね、じゃあそのまずデビュー曲からちょっと聞いていただきましょうか。はい、ね、何でしょうか？デビュー曲はデビュー曲じゃない、1曲目は1曲目はデビュー5周年記念の第1弾シングルでございます。はい、じゃあそれお願いします。帰る望みと書いて希望という歌です。希望です、希望です。
意外と声が低めであれですよね。そうですね、ちょっと高い声のかなと思ったんですけど、この歌から結構低くなりましたね。あ、そうですか。それが課題だったんですね、うん、低音をもうちょっとこう出していけるようにということで、はい、いただいて。でもやっぱり演歌はいいっすね。はい、歌詞が聞き取れるんだもん。今だったら何もか分かんないな。いや、いいな、本当こういう歌はね。うん、若い人今結構演歌歌詞って出てきてるんですかね。そうですね、多いですよ。多いですか。はい、多いです。じゃあいいな。演歌をねもう一度なんとか本当演歌ルネッサンスでやらなきゃいけないと思ってるんですよもう。はい。そうですか。それでまあいろいろその歌手になる過程は大体お聞きいたしましたけども、はい、特技とか趣味がなんか面白いですね。なんかこれ特技洗車ってなんですか。これ洗車って車洗うことね。そうです、車洗う好きな特技ですか。これはい、すごい上手いんですか。なんか上手です。ああ、今度は先生の車で手で洗うやつでよくね、はい、手洗いで。それは得意ですか。はい、はい、もう車が好きなので。車が好きなのね。触ってるだけでもう幸せになりますので。あ、はい、あ、それを洗うのが得意なんだ。そうですね、はい、で車を運転するのも運転歴長いんですか。結構そうですね、18の時に免許取って、結構ドライブするの好きなんですか。はい、あの昨日も名古屋から車で帰ってまいりました。本当ですか。はい、わ、それは大変だけど。そうなんです。それで、まあ、車洗ったり乗ったりして、はい、いると、はい、バトンってなんですか。これバトン歴6年。バトンって何の、はい、バトンこうくるくる回す。あ、これもあのその劇団でレッスンを受けたんですけれども、ダンスですよね。ステージでこうくるっと回して、もう最近やってないからどうかなと思いますけど、はい、バトン歴6年っていうのは昔6年間やったっていうことですね、はい、最近6年やったっていうのはじゃないですね。そうですね。そうか、そうか。あのよくなんだっけ、あのチアリーダーみたいなのがバトンくるくる回してなんかしてやってくるじゃないですか、はい、あんな感じ。そうですね、もうちょっと激しい感じですけど、はい、そうですね。そういうダンス、とにかく体動かしたりするのも好きだし、はい、結構あの行動的なお嬢さんですよね。これ見るとね、そうですね。マイペースだって書いてありますよ。マイペースで元気なんですね。はい。それで、犬も飼ってると。ヨークシャテリア、はい、龍之介と呼んでいると。はい、オスですねこれ。もちろんオスです。ネクタイしてないでしょ。たまにネクタイ。そうすか。先生面白いですね。いやいや。それでドキドキしちゃいます。好きな食べ物が、はい、まあ、焼肉、パスタ、納豆、湯葉。はい。まあそれはいいです、納豆好きだって。そうありますね。嫌いなものはゴーヤとか。これ面白いですね。だってネット、まあ、ゴーヤと納豆は違うけど、なんとなく納豆の好きな人はゴーヤも好きな気がするじゃないですか。ゴーヤちょっと苦いですよね。苦いのが嫌いんだ。わさびもちょっと苦手なんですよね。嫌いな食べ物って感じでもないです、わさびはね。はい、ね、苦手です、ちょっと。そうですか、はい。で座右の目が、なせばなる、なさねばならず、何事もね、はい、なさぬは人の、ならずは人のなさになるけれどね、はい、こういうことで、とにかく何事も成し遂げようという強い意志を持って何年じゃない、18歳の時から演歌歌手をずっとやって、はい、まあ、本当にねもう18年後にデビューをして、はい、それから6年ですか。そうです、何年ですか。6年、6年、ね、頑張ってこられたということでね、やっぱりさすがですよね。さすがですよ、本当に。その間のあんまり苦労もないし、苦労話もないし、みんなこうやって大体苦労話で一緒に投げるんですけどね、苦労話もないしね、大したもんです。やっぱりこの強い意志と明るいそのマイペースな陽気さで明るさで頑張ってきたということでしょうね。今あれですか、あの歌のレッスンなんかもちろんやってるんでしょうけど、例えば歌以外に芝居やりたいとか、はい、なんかそういう希望はある、やってみたいことってあるんですか。落語が好きですね。ああ、落語さえ。落語とかチャレンジしてみたいなと思いますね。いいかもしれないですね。だって結構滑舌いいから、はい、ね、落語いいじゃないですか。そうね、今人前喋ったりするの好きなんでしょ。つまり例えばショーなんかでやってても、はい、歌の今になんかこう喋り入れて、はい、ちょっと笑かしてみたりなんかしてると、そういうのが好きなんですよ。そうですね、喋ってる方が長いかもしれないぐらいお話ししちゃいますね。それ食事じゃない、楽しくなっちゃって、はい、あ、なるほどね。じゃあ喋るの好きだから、はい、落語みたいなのやってみたいなと、はい、ね、いいじゃないですか。なんかこう人が楽しい
めるのがすごくこう人を楽しませるのが好きなんで、ね、笑顔になるのがすごく好きなので、あ落語、まあ、自分が好きだからかもしれないですけど、車を運転しながらも、うん、柳家権太郎さんの落語をこう聞きながら車に乗ったりしてますので、うん、なんか同じところで笑ってしまうんですけれども、うん、そういうのはすごくいいなって思いますね。そうですね、はい、うん、老人ホームなんか慰問して、はい、まあ、歌歌ったりして、どんな反応はどんな感じなんですかね、あのああいうところ。いや最初はですね、歌った後にシーンってなってしまって、いつもだったらもうおーとかわーっていう拍手をいただいてたんですけど、そこ行った時にシーンってなってしまって、おあれ今日は どうなってんだと思って、でもこうね入所者の皆さんとお話をすると、ごめんね手が不自由だから拍手はねできなかったんだとか、心にはすごく伝わったよとか、いろんな言葉をかけていただいて、なんか拍手をもらいに行ってた自分が恥ずかしかったんですよ最初。そういうことじゃないんだなって、やっぱりこう気持ちと気持ちがこう重なるというか、何かをこう伝えに行くっていうのが大事なことなんかなって最初はショックを受けたんですけど、やっぱりそういう風な考え方に変わって、毎回歌いに行かせていただくのがすごく自分でも楽しみだったんですね。そうですね、やっぱ歌って、はい、人前で歌ったらなんかしたらその反応がないと嫌じゃないですか。そうですね、やっぱり笑ってっおかしいこと言ったら笑ってほしいし、ね、歌歌ったらちゃんとしっかり拍手が欲しいと思うんだけど、それが意外ないとちょっとガクッときますよね。だけどそうじゃなくて、はい、まあ、そんなそういうことを考える自分こちらはおこがましいんだと。そうです ね思いました。 そういうことじゃなくて、ね、やっぱり本当にちゃんとみんな聞いてもらってるし、はい、それぞれも感動してくれてるんだろうけども、まあ、こっちに届かなくてもみんなそういうふうに自分の歌を伝ってるんだということをやっぱり今、思うなきゃいけないですよね。そうですねそう感じました。そうですか、はい、いろいろ勉強になりますよそれはね。刑務所なんかどうなんですか、刑務所なんか。刑務所はですね、もう本当に真剣にこう バチッとこう見ていただくので、気持ちがいいですよね。あこう おしゃべりをしたりっていう方はいらっしゃらないので、いないですか、まあ、正面前を向いて、あ私のことをみんなこう見てくださってるのが、すごくこうなんか緊張もしますけど、貴重な体験というか、ここまで真剣に足の先から見ていただくっていうことはあまりないんじゃないかなと思いながら。それもやりがいがありますけど、そうですね、怖いですね。真剣に歌わせていただきました。はい、なるほど。それじゃあデビュー曲 を、はい、をね、かけていただきたいと思います。え、何でしたか、デビュー曲は。え、女浜歌でございます。これが女浜歌、はい、じゃあお願いしましょう。
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに歌手の松川美樹さんをお迎えしてお話を伺いしております。はい。このちょっとさっき済みましたけど、ミキのつぶやきというなんかこう機関紙みたいなのがこのありますよね。はい。これを、まあ、ちょっとご覧になりますと分かりますか。こういろんなね、あ、そうですか、書いてこの、まあ、新聞、手書きの新聞ですね。はい、壁新聞みたいなのを書いて、はい、それで、あのファンの方とか、はい、どういうところでこれを配ってるわけですか。これはあのファンクラブの会員さんと、それから全国のレコード店さんに毎月、お届けさせていただいております。あれですか、いろいろ旅をあちこち旅して、まあ、仕事で行かれるんでしょうけど、はいはい、まあ、そこの行った先で何かこう見たものとか食べたものとか、そういった感想とか、はい、そういったものについて書いてるって、こういうの書くの好きなんですか。いや、好き最初は好きではなかったですけど、最近は楽しいですね。あ、でも、はい、面白いですね。はい、旭山動物園に先日行ってきました。北海道旭川、ね、初雪が降りましたね。10月の16日に、はい、行ったりとか、でこういうの仙台へ行ったりとか、うん、はい、ね、みんな仕事で行かれてるんですよ、これ。全部仕事ですね。はい。それで、これをレコード店に置いてある。はい。そうそう、レコード店に行けばこういうの我々もか見ることができるわけですか。はい。見ていただけると思います。パソコンがね苦手なので。ああ、そうですか。ブログを最初やってたんですけれども、はい。もう手書きに、手書きもいいじゃないですか、だけどね、命をかけて、うん、手書きの方がなんだか心が通じるような気がしますよね、なんかね。結構時間かかるんですよね、うん、す6時間ぐらいかかって、はい、そうでしょうね。うん、ずいぶんあっちこっち行かれるんですね。北海道行ったり京都行ったり、そうですね、世田谷行ったり、ほとんどお休みなく、休みなくもういろいろ回っております。仕事、明日もキャンペーンありますし、もうぶっ続けです。もう風邪ひかないようにですね。はい、こき使われてますね。気をつけ馬車馬のように働いております。はい。へえ、だけどあれですか、なんかそういうね、それがまあ若いからまだそのあんまり健康なんか気につかないかもしれないけど、はい、やっぱりそれだけハードなあっち行ったりこっち行ったりしたりすると、はい、なんか一応体に気遣いますか。そうですね、なんか自分なりの健康法とかなんかそういうの考えることありますか。ありますね。うがいですね。やっぱりうがいを普通にするのではなくて、うん、ドレミファソラシドの音階でやるんですよ。うがい薬を入れて、うん、ドレミとこう上がっていったり下がっていったりすると、うん、喉の上から下まで綺麗になるので、これは自分で考えたんですけれども先生、いかがでしょうか。いいですか。ドレミファ、はい、そうです。頭が伸びました。うかいそんな感じですよね。でもいずれはいいかもしれませんよ、本当ね。はい、うん、もうそれするようになってからあんまり風邪もいかなくなって、うん、肘までこう手洗いもね、石鹸でこう洗いますし、そうですね、絶対薄着はしないです。もう何枚も着て、うん、寒くないようにしたり、うん、ご飯をいっぱい食べるようにして、うん、あ、ご飯たくさん食べる、はい、ちょっとあの食欲旺盛なんですけれども、うん、先生どあのもう少しこう、もう少し食欲を減らすには私たちはどうマネージャー食欲を減らすどうするかね、ええ、おかずを、はい、ゴーヤと、ええ、わさびですか。わさびにすればいいんじゃないですか。わかりました。うん、納豆ばっかり食べてるでしょ、ね、バンバン食べてないですか。いっぱい食べちゃってすいません。うそうか、やっぱりでも体気使うでしょ、本当に気を使いますね、ですよね、やっぱり迷惑かけられないので。そうそうそう、はい、やっぱりちょっと調子悪いなと思うこともあるでしょうからね。ありますね。そういう時はもう早く寝ると か、はい、なんかお酒飲むんですか。お酒は少々飲みますね。ちょっとぐらい、ちょっと風邪ひきそうだなっていう時は飲みます。でのなんかこう体を消毒というか、そんなにはたくさん飲まないですけど、はい、タバコは吸わないですよ、もちろん。タバコは吸わないです ね、 ですね、はい。まあ、結構気遣ってらっしゃるんですけどね、まだまだこれからまだまだ10年20年やってからでしょうから、そうです、ね、もっともっと気遣わなきゃダメになってきますからね。はい、ね、そうですか。でも本当いろいろこういうものを書いたり歌歌ってね、お客さんたちと交流をしたり、でも本当にあの応援してくださる方がすごく、皆さんいい方が多いんですよ、うん、それはものすごい感謝で、でまあおかげさまで今年の年末の日本作詞大賞のノミネート作品に、うん、はあ、今頑張っている冬晩歌という新曲が選ばれたんですよ。でそれがですね、12月の5日なんですけれども、生放送テレビで歌わせていただきますので、
ぜひ皆さん見てください。テレビ東京の夜8時から。あ、それはいい時間帯ですね。木八という番組の中で日本作詞大賞のノミネート作品、まあ、大賞がその番組の中で決まるんですけれども、五木ひろしさんとか、もう大先輩方との中に混じって、あ、それは大したもんですけどね。もう嬉しいです本当に、ね、本当に頑張って、自分で言うのもなんですけど本当に頑張って頑張って頑張ってるので、レコード大賞取ってきて同じような感じです。それは、ね、そうです ね、 ですね、新人賞以来です、ね、本当にありがとうございます、ね、頑張って。12月5日すぐじゃないですか、はい、5日です。それの木曜日テレビ東京の8時から、はい、夜8時から、はい、ぜひじゃあ皆さんそれを見てくださいね、はい、作詞の先生と一緒に、岡田文子先生と、ベサメムーチョとかロンリーチャップリンとか書かれてる先生なので、はい、一緒に出させていただきます。頑張りますので、そうですね、はい、見てください、ぜひぜひ、はい、じゃあその冬晩歌を聴いていただきましょうかね。はい、はい、
いや、やっぱり本当にいい歌ですよね。ありがとうございます。これ大賞取れそうですね、これ。いい、本当ですか。お伺いしてますよ、私。いや、でもリクエストでいただいております。大阪府の津田和夫さんからも、林先生の番組リクエスト曲、あ、本当ですか、松川美樹の冬晩歌をお願いしますということで、ありがとうございます。ね、本当に一票一票が本当にもう、ね、ありがたいです。12月5日ですか、ぜひ皆さん、はい、テレビの前で見ましょう、かじりついてみましょうね。あ、生放送ですね、そうですね。はい、あ、それは楽しみだな。よろしくお願いします。さあ、他にそのいろいろ告知をすることがあると思いますけども、はい、何がありますか。そうですね、来月12月の15日が誕生日でございまして、12月15日誕生日、毎年恒例となりました渋谷で、クリスマスライブというかお誕生日会というか、はい、やらせていただきます。また今年も、はい、やらせていただきます。12月15日、これですね。はい、そうです。ちょっと見せてください。12月15日渋谷の、はい、ってますか。はい、おととしはですね、今までいただいたオリジナル曲の、作詞の渋谷のどこですか。渋谷のですね、109の裏に、ユニクロがありまして、はい、その上でございます。その上、はい、エレベーター乗っていただいて、これですか、シャワーラウンジプラス。はい、そうです、シャワーラウンジシャワーラウンジプラスというところです。おしゃれなお店なんですよ。もしお時間ありましたら先生も、そうですね、はい、ぜひ日曜日だ、はい、飲み放題の食べ放題でございます。10時半からですね。はい、このね、食事も、はい、プロデュースで、そうですね、お一人に、ミキのおもてなし膳、はい、13品目、はい、入ってるような、なんかワタミじゃないけど食事配膳配膳があって、食事が出てきて、はい、ね、それから北海道で食べたイクラとジャガイモがものすごくこう美味しくて印象に残っていますので、当日北海道からイクラとジャガイモをいっぱい食べていただきたいなと思いまして、用意をさせていただきます。ジャガイモ食べ放題、そうですよ。本当に美味しいんですよ。びっくりするぐらい美味しいですから、はい、帯広直送、はい、ジャガバター、ね、お時間ありましたら、それから飲み放題、はい、アルコールソフトドリンクも飲み放題です、ね、はい、ぜひ講演会、講演会様だけ、じゃあみんな、大丈夫です、で一般の方も、一般の方もぜひ来ていただいてね、はい、12月、じゃあ12月15日、はい、渋谷のシャワーラウンジプラスというところで、はい、12時半からですね、はい、6000円を握りしめてきてください、皆さん。お待ちしております。誕生会ですからね、はい、はい、あとは何がありますか。テレビに出るとかラジオに出るとかいろいろ教えてください。そうですね、そうですね、あの葛飾 FM さんでも毎月1回あの番組、はい、あのちょっと出させていただいたりしておりますので、またいろんなところで皆さんに見ていただけるように一生懸命頑張ります。はい、そうですね、12月は結構忙しいでしょ。だから、そうですね、年末、年末はね、はい、休みないです多分。休みをくださいって言いたいですけど、やっぱ仕事頑張ります。はい、こんなね、売れっ子を今じゃないと、もう稼ぎ時ですよ。やるしかないですからね、頑張ります。本当ですよね、まあ、そういう元気があるから体に気遣ってやってらっしゃるんですけどね、はい、そのドレミは音階うがいをして、ね、はい、でもね、そう、この前も言ったけど、あのうがいは効果ないんですって。え、本当ですか。厚生労働省の発表によると、本当ですか。そうなんですよ、なんかね、インフルエンザの予防にはね、はい、うがいが出てこないですよ。よく見てください、あの手洗いって言います。手洗い言われますけどね、手洗いとかなんだか、よく分かんないけど、うがいとは絶対言わないんですよ。あ、本当ですか、うん、あれ、だからそれをその実証してドレミア音階うがいがいいんだって言えば、それいいかも、はい、それを言ってくれるかもしれませんね。言ってきますよ、厚生労働省。よろしくお願いします。それにしてくれって。音階うがいはね、はい、いいかもしれませんね。それは何か入れるんですか、水だけで。いや、あのうがい薬を入れて、はい、紫色のうがい薬ですね。耳鼻科の、あの薬をもらってです ね、うん、すね、はい、やりますね。すっきりしますね。はい、でちゃんとご飯をしっかり食べて、はい、ね、睡眠時間もどのくらい取れるんですか。いや、もう寝れる時はもう移動時間も寝たりしてますけど、だいたい平均が5時間ぐらいかな。あ、5時間ぐらい、やっぱちょっと短いですよね、やっぱりね。あ、そうですか、うん、だいたいどのぐらい寝たらいいんですか。やっぱりだけど、まあ、7時間ぐらいやっぱ寝なきゃいけないんじゃないですか。でも全部トータルすればそのくらい寝てんじゃないですか、移動時間とかなんか。あ、そうですよ ね、はい、そうだったらまあいいんじゃないかと思いますけどね、はい、そうですか。じゃあ本当に頑張って、12月5日楽しみですね。それね、見れるんですよ、テレビで。はい、ぜひ先生見てください。これで
あの大賞に決まったところ見れるわけでしょ、ね楽しみですね。それは皆さんぜひぜひテレビを見てくださいね。さい12月5日の8時から、はい、夜の8時テレビ東京ですからね、はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。またありがとうございます。ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。それではここで、今月の推薦曲のコーナーに行きたいと思います。シンガーソングライターとして数多くの CD シングルアルバムをリリースしてまいりました。CM などに出演楽曲提供と活躍されています。この度戦後間もない佐渡島に起きた実は時代と国境を越えた真実の人間愛をテーマにした飛べダコタの主題歌を歌って一躍話題になりました。今月は石井理香さんの歌をお送りいたします。映画飛べダコタの主題歌ホームシックララバイ、石井理香さんです。どうぞ。
松川さんメールが来ましたよ。メールが来ました。ドクター林先生、松川美樹さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日も楽しく、今夜も楽しく聞いています、はい、松川さんの声がとても可愛くて演歌の方だと思いませんが、話を聞いてるとなんだかとても明るく気さくで素直な方だなと応援したくなりました。ありがとうございます、ブログなどやってらっしゃるでしょうか。ブログやってますか。ブログがねやめちゃったんですよ。ブログやめちゃったんだ。はい、じゃあその代わりそのレコード店に行って、はい、ね、なんとか通信を、はい、ミキのつぶやきをミキのつぶやきをもらってくださいね、はい、ブログ代わりにぜひ、もしあのファンクラブに入っていただけたら毎月自宅に送らせていただきますので、ファンクラブに入ってください、はい、よろしくお願いします。バス旅行もありますからね、はい。これからも頑張ってください。これから応援していきたいと思います。あ、先週来週もいます。小柄市1号さん、ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいです ね、こうやって来ると嬉しいです ね、つながってる感じがします ね、ありがとうございます。いや本当に、頑張ってくださいね。まだまだ、はい、元気いっぱいですね。だけどもう先生弱くなったら先生よろしくお願いします。それはね、私アドバイスしますよ。あなたゴーヤ食べなさいって。ビタミン C がいっぱい入ってるんですよ。あれはね、ゴーヤはねすごいんで、種ちょっと撒いておくだけで何もしなくてもね、ほんと生えてきて、もういくらでもこう食べられますよ。ほんとほんとにあれはね、もうその辺にポンと捨てとくだけ、多分捨てとくだけでもそこから芽が出てきて、それほんとですよ。だからぜひね、それはもうおかずにこと書かないですからね。ぜひご親を助けになってください、はい、ね。いや本当に皆さんね、寒くなりましたけどね、これからほんとね風邪とかねからかいっぱい心配するのは急性感染症に一応炎ですよ。変なウイルスがいっぱい出てきますからね、もう手はよく洗うことね、はい、それから、まあ、手洗いするでしょ、はい、ね、手洗いちゃんとしてるし、それからうがいもね本当はしなきゃいけないんですよ。なんでうがいその予防に出てこないのか不思議でしょうがないですけどね。だからこれ分かりました。このね、ただうがいじゃダメなんですよ、ドレミラ音階うがい、はい、ぜひそれから紫色の薬を垂らして、それをぜひね実行していただきたいと、ね、思いますよね、はい。松川美樹さん推薦のそういううがいをねぜひやっていただきたいと思いますね。そしたらね本当に、風邪なんか絶対ひかないしね。あとも私はねいつもでギャラギャラ笑いなさいと、笑うことで免疫力が上がるから、はい、ね、健康になりますよ、はい。がんだって治っちゃうんだからって、ね、言うとね、それはまあがんがな笑いで治るなんて笑っちゃいますよねって言われますけどね。まあ本当そのくらい笑いっていうのは健康にいいですから、ぜひ、はい、ということでね、本当に、ありがとうございます。またね、ぜひ頑張ってください。なんだっけ、なんだっけ、一番最近あるの、最近お目にかかるなんですが、近いうちにお目にかかるのは12月15日です。12月15日、誕生日会、誕生会ですね、はい、6000ですから、ぜひ皆さんどうぞいらしてください。ありがとうございます。お待ちしております、はい、ありがとうございます。世界中が平和に暮らせたらいいな。